先輩。ああ、勘弁。君が無事で本当によかった。俺のことなどどうでもいい。それより先輩だ。このような状態になるまでなぜ。おい半兵衛、お前大丈夫なんだよな。まだオイラと一緒に戦ってくれるんだよな。ごめん、少し無理がたたったみたいだ。仮にも軍師が斧が状態を見誤るなんて情けないや。軍師、くそ。ねえ秀吉、まだ僕は君にかけてるよ。必ずこの乱世を変えてみせて。俺はあなたに何も。おい待ってくれよ半兵衛。オイラを支え抜くって約束したじゃねえか。オイラを置いて勝手に行くなよなあ半兵衛。